うですか、気持ちは。最高に。最高に。いいね。素材が軽いでしょ。軽い。もう少し引っ張ったら、ウエットの生地に似てるじゃない。そうですよね。新発売で。いいね。今度は、はい、パンツも作りましたんで。今はグレーとベイビーとブラックです。これブラックです、ね。さすが。新発売です。せーの、本日のヨロピコ。ヨロピコーレーダー。なんで慶応行こうと思う？もう東大はもう問題ないからね。慶応はね、その地元の大きなスタンドをやってる人がいたんですよ。そこの人がやっぱり慶応の での先輩で、宇田川石油って言うんですけど、そこの人がね、なんかあの日赤の関係で、はい、日赤にあの慶応のマネージャーいっぱい入ってるんですよ、慶応から。でその人からあれ慶応受けさせる気ないから言って、うん、ほんでいっぺん連れてきてくれて初めて行った、はいはい、ほんであの駒沢球場でね、はい、ナイターあの慶応とねどっかの壮行試合やったの、はい、ノンプロのチームかどっかの、はい、フィリピンかどっか行くあれやったの、はいはい、でその試合を見て、でその日に初めてね、僕あのビーフステーキ、はい、ステーキあれのこんなの、はい、300ぐらいですよあれ多分、あそれ初めて食べて、はいはいはい、であのあの頃はねビーフステーキなんて言わないんです、ビーフテキって、あビーフテキですね、これがビーフテキかと思って、こんなんでね、はいはいはい、こんな厚くて、はいはい、ほんでこのぐらいで、はい、へえこんなのやつあるんだもん、それが初めて。だって僕なんかでも牛肉食べたことないっすもん。ああもともとね、そう高校の時まで、はいはい、ああ牛肉は記憶にない。いや豚肉か鶏肉か同じよ、あとカキフライですよいや一緒ですよ、あの関東はそうなもんな。そうでしょ、うん、関東はやっぱりあの豚の文化なんですよ、はいはいはい、あと鶏か、うん、鶏か大体豚ですよね、うん、そうだからあのすき焼きでも何でも豚だったり鶏だったり、だからね牛っていうのはやっぱしね高いんで高かったんですよね、うん、なんか上に見てたよね、そうそう、ほんで初めてねあのこっち僕はタイガース入って、はいはい、こっち来た時にあの家内がねびっくりしてました。家内も東京の人だったから買いに行ったらね、お肉くださいって言ったら牛肉出されてそうですよね、なんでも分かる、こっちはすごいお金持ちが揃ってんですねいや本文化違いますよね、関西圏になったら。そう牛で広島も牛食べるんだ、うん、で寮入ってやっぱ牛が出てくるわけですよ、焼肉なんかしたことないんで、うん、あ、まあまあまあそうだね、食べたことない。今でこそみんな焼肉って言うじゃないですか、焼肉って全然知らないですよ。いや吉彦さんの頃あったと思うけ どうかな。いや東京で焼肉食って僕寿司屋でも寿司の店行って食ったことないです、全部 OK です。まあああ OK で出前取って OK で食べるぐらいで、うん、店行って食うとか、ああそれはなできなかったね、できないでしょ、僕ら子供のところは。焼肉なんか文化ないですもん、うん、俺も焼肉は食べたもんなかった。だからするとしたら学生時代は肉屋行って絶対あったのハムカツとコロッケ買ったでしょ。ああメンチボールってな。メンチボール、うん、なんかあのこんな豚肉の今のハンバーグみたいな感じみたいです、ね、でそれを何十円かで買って食うか、うん、だから覚えてるのは焼肉やってもないで、ステーキもない、うん、で広島行って初めて覚えたのがやっぱその焼肉とかですよ、うん、そうだよ、なんだって俺だから高3の時に初めてそのビフテキ食ったもん。これがビフテキかいってね、はいはいはい、なんかあの感動するような感じ。いやいや、そうでしょうね、うん、で先輩が佐々木真也さん。あそうです、同級生が藤田元司さん、ジャイアンツ、あの佐々木さんのね、はい、ほんで藤田さんはジャイアンツで、はい、ずっとやってまして、僕ね4年の時大学の4年で肩痛めたんですよ。その時にあの監督が前田さんだったんで、藤田さんと前田さん近いですから、でよかったら俺も肩痛めてるから治療するから安藤よこしたらって
って言ってくれたみたいで、ほんでずっとシーズンオフね、本当に1ヶ月ぐらい藤田さんの治療と一緒に1日おけぐらいに行ったかなあれ。ほんでもう毎日あの晩飯ごそになっていつも帰ってきたけど、それがそんなのがあってね、僕はあのヤクルトにいた時に藤田さん監督になったんです。ああ、やめてヤクルトの時よね。はい。んで藤田さんからね、おい、あんたちょっと手伝ってくれと。おお。ヘッドでちょっとやってくれんかって言われたんで。でもね、3年契約でね、関根さんから頼ま。あ、関根さんね。そう。ほんで2年間ね、ヤクルトに終わった年に、長嶋さんが監督になるっていうような話があったんですよ、はい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 、ヤクルトが。はいで、そうしたら、あの、行ってもいいかなと思って。でも、3年契約で行ってるのに、勝手に動くわけにいかないです。いや、阪神の時に勝手に動いたじゃないですか。それ言ってやめた。阪神の時には、5年契約を3年で自分で。あれはやっぱり、あの、相手によるわな。相手が汚いことするから。そういうことね。で、ヤクルトの場合は違う。ちゃんとしてるから。もう全然違う。ほんで関根さんからね、うん、あのなんか新聞がポコポコ出だしたんですよ、うん、で関根さんが「あんちゃんあの藤田君とこ行くの?」っつって言うから「いやいやあのもし長嶋さんが監督になって、うん、監督いわゆる関根さんが抜くようならまあ、 あのお願いしようかなとは思っていたんですけど」いや僕はあの来年もちゃんとやるの」ほんで「ああもう分かりました」それですぐ藤田さんに電話入れたんですよ。関根さん来年もやるみたいなんで。ああそうか、だからあのちょっとすみませんお手伝いできなくていいって言ったら、それが一番いい。あの人も一緒やね、考え方がまっすぐで藤田さん いわゆる、うん、あ関根さんはいくつ。関根さんはね、僕と一回り違う。一回り上、うん、だから今生きてれば96ぐらい。え、大正15年ぐらいですか。昭和元年。そう、15年、あの、あの人は15年と1年のね。昭和元年でしょ、うん、うちの親父と一緒です。あ、そう。トラ。うん。はあの、元年っていうのがなんか短くて。そうそうそう。ほんで、昭和2年になってるけど。大正15年、昭和元年なんですね。うん。同級生です、うちの親父と。あ、そうか。で、関根さんもでも、俺たちから見たら、すごい優しそうに見えるけど、めっちゃきついらしいですね。全然きつい。そうなんですね。関根さんきついですよ。本当にあの人でも我慢もすごい。カープなんかいて、あの頃チームを変えないから、ね、はいはい、それであの池山博さんは、うんうん、いたじゃないですか、荒、ね、井、うんうん、とかいろいろ、あの栗山もそうやけど、うん、そういうのね、全部使うので、三振しようも何しようもね、全然、ほんで、あんまりね、やっぱり曲げるのもちょっとね、嫌だからと思って。監督ちょっとあいつらにノーアウトランナーサードぐらいの時には少しバット当てるように言いましょうか言った。いや、あんちゃん言わんでいい。バッターボックスに入ってまずバットが思いっきり振れるようになって初めて野球はバッティングが始まるんだから、だからもうこのままあのもうちょっと付き合いに振らせとこう。ほんで俺あの言うのやめたことある。栗山が3人だってノーアウトサードで池山広沢パリスと3人でブルンブルンですよ、うん、パリスね、うん、あパリスいた。3人で450ぐらいすんね1年。まあそうよね、考えたらね、ブンブン丸だからね、それはパリスもブンブン丸ですからね、あの構えもねすごいですよ。それとあのなんかねアンパイアにね言うのでも面白いですよ。あんまりほら講義行くときあるじゃないですか、はいはいはい、あのアンパイアにとこ行ってね、お前あのボールがストライクわかんねえんだったらメガネ買ってやろうかとかね、それがもうきついときにはパーって言ってね、おい俺が少々世話してやるからやめろで帰ってくるらしい。けよったら山下さんもそうか。あの大好きはね、あれ山下大好き、あまりもみんな巨人で、僕ねあの子供の時からヘッド曲がりで、僕は川上さんにも会って、はあ、うちへ声を言われたんだけど、はあ、俺断ったもんな。それまでやるつもりやった。冷静になりましょう、うん、もう少し安藤さん
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。